はい、皆さんこんばんは。いつもありがとうございます。オノマッチスタイルジャニーと申します。このチャンネルでは僕が人生 V 字回復したコツをですねお届けしようと思っております。まずですね、本題に入る前に嬉しいお知らせがございます。僕のチャンネルの登録者数が2万人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう皆様のおかげで2万人の方にですね見てもらえるチャンネルになったことと、あと全ての動画にですねすごくたくさんリアクションをいただいてて、コメントをいただいてて本当に嬉しいなと思ってます。本当わずかでもいいのでコメントあれば嬉しいなと思ってるので、全部読ませていただいておりますので、ぜひですねコメントいただけるの嬉しいなと思ってます。みんなの応援によって2万になったので、今後もですね、そうですね、今年中に10万登録ぐらいになるようにですね努力してまいりますので、みんなの力をお貸しいただければと思っております。今回のテーマがですね、僕の話の聞き方について疑問を持っているというか質問をたくさんいただくので、それについて答えていこうかなと思ってます。いろんな YouTube の相方さんですね、相方さん大王しかり、圭介さんしかり、まあ、大石さんしかり、他にもいろんな方とですね一緒に撮影させていただくことが多いんですけども、その時にですね僕が考えていることをですねいくつか紹介したいと思います。一番初め、僕は大王の聞き役として YouTube にちょいちょい出させていただくようになってですね、その時はスーツ着たりとかしてたんですけども、白シャツネクタイみたいな感じだったんですけども、古い動画を見ていただくとね、今とちょっとなんか関わり方が違うなっていう風に気づくと思うんですよね。まあそこまで真剣に見てる人いないか関わり方が違うんですよ。で、当時は僕何を考えていたかというと、透明であることを考えておりました。僕の色を一切加えずに、大王がどう話をねそのまま展開していけるかっていうことを考えて、透明であるようにっていうことを意識しながら話してました。だから、はいはい、そうなんですね、そうなんですね、とかめちゃくちゃ言って、今もこれめっちゃ言ってます。特に自分の意見は加えずに話を聞いてるっていう感じだったんですね。で、これ何かっていうと、僕は話の聞き方っていうのをですね、日本メンタルヘルス協会という心理学の学校でですね、勉強して、で、アクティブリスニング、パッシブリスニングっていう考え方があるんですけども、能動的に聞く、積極的に聞くみたいな意味なのかな、ちょっともうすいません、忘れました。先生すいませんいろんな聞き方を教わってですね、それをね練習してる時はですね、もう本当に周りの人を散々イラつかせたんじゃないかなと思ってます。どうにかして習得したくて日常的に使うんですけども、そんな聞き方する人この世界にいないですし、僕も使い方がぎこちなかったし、なんか操作しようとしてる僕のねエゴみたいなのが入っちゃってたので、すごく嫌な聞き方になってたんじゃないかなと思います。で、だんだん上手になってきたのが大王の時みたいな感じなんですけども、だんだんですねそこからまた変わってきまして、僕が今一番大王や圭介さんや彩香さんやいろんな人のチャンネルで聞き役としている時に意識してることは何かというと、大王がノリノリで話すためには一体どうしたらいいのか、圭介さんがノリノリで話すためにどう聞いたらいいのか、これをですね僕は意識するようにしております。具体的な手法として言います。まず相手の話していることを1ミリも否定しないですね。たまにボケ的な要素として否定する時はあるんですけども、そういう時じゃない時は相手がノリノリで話す環境を作り上げるってことを考えております。どういうことかっていうと、あ、そうなんですねっていう肯定形で話を聞くっていうことと、自分の意見を言わないですね。これはもう前から一緒なんですけど、自分の意見を言わないです。自分の意見を言うってことは、相手に1ミリか2ミリでも相手のことをちょっと否定してるような感じになっちゃうので、自分の意見を言わないっていうことをですねするようにしております。他にもですね、僕が気をつけてるポイントで言うと、相手の話してるスピードと温度、僕以外にも言ってる人いるのかな、会話ってなんか温度があると思ってて、あったかさとか、なんかそういう声の話し方とか、そういうのをなるべく温度をですね合わせるようにしております。トーンっていうんですかね、そういうのを合わせるようにしている傾向があります。まあ何にせよですね、一番ポイントなのが、この大王がノリノリで話すためにはどうしたらいいのかなっていうことを考えて行動に移すこと、笑顔でいることを、最高の受け入れ体制であることを、心の中ではねどういうことを思ってるかっていうと、大王最高です、今日も最高です、今日めちゃめちゃキレてます、テ
天才ですねってことを心の中でつぶやきながら話を聞いております。なので大王のことをですね、まあ実際めちゃくちゃ尊敬してるね。尊敬してる空気が出てたりだとか、そういうあったかい空間でなんかお話できるようにっていうことができてるんじゃないかなと思っております。ノリノリで話せるようにと、あとこのもう2人しか映ってないじゃないですか、 YouTube で出てる時は。その2人しか映ってない画面で10万人に見られたりとか20万人に見られたりとか、そういう動画が出来上がるんですよ。なのでそういう時に僕は最高のサポーターでやりたいなっていうことをすごく思ってます。大王がノリノリで話せるように、そしてその時に一番のファンであり最高のサポーターでありたいなっていうことを思いながら話を聞かせていただいております。本当に僕ですね、大王と出会って5年前に大王と出会って、で YouTube を勉強し始めて、で YouTube に出させてもらうようになって、今こんな感じになってるんですけども、その前に心理学のね勉強をしといてよかったなって本当に思ってて、さっきも言った通り日本メンタルヘルス協会っていうところで勉強させていただいたんですけども、そこでですね話の聞き方とか伝え方とか心の基礎知識みたいなものをですね何回も何回も受講しに行ったんですよ。僕は何者でもないサラリーマンの時に僕は何回もそこに受講しに行って、毎回ですね何か学びを得て帰ってくるっていうことをさせていただいておりました。あの時の基礎知識があるからこそ僕は大王と一緒にねこの YouTube で話してる時にああいう聞き方ができたし、で今それが進化して話を聞く時の姿勢がすごくいいですねとか、ジャニーさんの話の聞き方を真似して職場のコミュニケーションが円滑になって人間関係が良くなりましたとか、そういうことをですねめちゃめちゃ言ってもらえるのは本当に嬉しいことだなと思っております。なのでですね常にですね僕が考えているのは、今日この目の前にいる人がノリノリで話すためには一体どんな聞き方がいいのかなっていうことを考えながら常に話しております。もうかつてはですね、さっきも伝えた通り何者でもないサラリーマンだった僕で、白いシャツ黒いスーツを身にまとい満員電車に揺られながら会社に行ってという生活を送っておりました。その時にね僕本当に人生がですね暗くて、この人生の光は一体どこにあるんだろうって思いながら生きてきました。電車のホームでですね、行きの電車のホームでスーツじゃない私服を着てる人とかいるわけですよ。そういう人を見ると一体どういう仕事をしてるんですかって何回も聞きたくなった。でも勇気がなくて聞けなかった。どういう仕事をしてるんですか、あなたはどうしたら私服で生活できるような生き方ができるんですかっていうことを聞きたかった。でも聞けなかった。憧れてたんですよね、そういう生き方に憧れてて、気がついたら今僕はですねスーツを着る回数は定式参拝とか神社に行くときとか本気の神社に行くときとかそういう感じになって年に2回くらいになりました。ということでですね、このチャンネルではですね皆様の人生がちょっとでも上向きになるような情報を届けられたらなと思っておりますので、チャンネル登録そして高評価そしてコメントいただけたら本当に嬉しいなと思っております。今後もですねいろんなイベントに呼んでいただいておりますので、ぜひですね概要欄から僕の情報をチェックしていただければと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。